せーの、ちゅうまいメンズ祭り。ちゅうもりメンズ祭り、はい、よっ。さあこの2日間行ってまいりました CBC ラジオネットで秋祭り2020の一番最後の配信ですよ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ラストいただきます。嬉しい。お世話になっております。いやいやいや、ありがてぇ、見ていただいている皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ今日司会進行を務めさせていただきます、ちゅうもり水曜日、酒井直人のラジノとパーソナリティの酒井直人です。よろしくお願いします。お願いします。先輩。いやー、前回のね、あの夏祭りの時の、はい、中森メンズ祭りにはですね、私あの呼ばれず、何かあったんですかね。あの何かあった、いや何もないんですよ。何もないからだった。違うブースで。なんていうかね、あのスタジオの外でみんなを応援してる側っていう謎の立場だったんですけども、いや嬉しいですね。どんまいとしか言えないですけど。それはそれで。いや、ついに皆さんと同じステージに立てる、ありがとうございます。いやいやいや、よろしくお願いします。心強いですよ、本当に。さあさあさあ、早速この時間、僕と同じ CBC ラジオの D スタジオにいるこのグループから自己紹介どうぞ。僕たちは祭りナインでーす。よいしょー。はい、祭りナインから赤色リーダー寺坂雷賀と、ピンク色神田陸太と、黄色野々田からでーす。お願いします。ピピー、声でけーいや、もうすごいことになっとるね、なんかね。何がキャナディのところのマイクだけもうちょっと下げてもらえんかな、これはね。あの、やめてください、マイク触らないで。あ、下げるってそういうことじゃないんです。音量の問題。音量の話です。すいませんでした。外れました。さあ続いて他のスタジオにも振ってみましょう。続いて E スタジオにいるこのグループ自己紹介どうぞ。はい、改めまして、俺たちは BMK です。どうもよろしくです。お願いします。テーマから紫リーダーの米谷京介と、はい、赤色松岡健之助と、こういうことか。はい、黄色キラキラとか、みんなのアイドル佐藤匠たくみんです。よろしくお願いします。はい、どうぞ。渋谷です。よろしくです。お願いします。すいません、イースタジアのケンパのマイクちょっと下げてもらでも若干僕もちょっと遠めに喋らせていただきますんで、です、ね、すいません、はい、気をつけていきます。調節でなんとかして。そしてあのたくみんのね、あの自己紹介若干長い、はい、よろしくお願いします。ちょっと尺取り、今日で売れようと思ってます。お願いします。もっとズームにしてるの、うん、あのあとカメラさんがすごい優しいのが伝わってきました、ね、そうなんですよ。しかもカメラさんね、超優しいの。大丈夫、たくみん顔すごい。これチームで、ね、顔が大きいのか寄ってくれてるのか分かんない。違うわ、寄ってくれてんの。寄ってくれてるからこうなの。いやもはやもうほんとコメちゃんのね、もう安定感ですよ。あの僕たちも、うん、あの前回の夏祭り溶錬金にかかってしまって出れなかったんで、そうなんです、念願なんですよ。やっとです。やっとです。お待たせしました。そうだ、あのご迷惑をおかけしました、はい、本当に、ね、その説は。いやいや、だからもう今回は割とここにかけているメンバーが多いってことです。リベンジマッチでございます。はい、元気いっぱい頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ続いてスタジオ外のソファーにいるこのグループ自己紹介どうぞ。こんにちは、僕たちセラシタです。ドクオナルシストレッド荒川海人と、なで方イエロー川原智樹と、自己顕示欲クリー安藤悟です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんだろうね、このグループが一番何かを残そうとしているのが伝わる。僕たちも今日売れようとしてます。あの本当に頑張ってください。あの今日ですね、皆さんにはツイッターハッシュタグちゅうもりをつけて、たくさんね、ツイートをしていただきたいわけですよ。はいはいはい、実況とか感想とかツイートしていただきたいんですけど、はい、始まる前からですね、青ゴーストさんという方から、はい、果たしてステラシータは爪痕を残せるのかって。素晴らしい。ないと思いますけど、ね、いやもうだって俺の膝がもう多分皆さんの目をね奪ってるかなと思って。いやいや、すごい、はい、半ズボンじゃん。それは何、どこで流行ってどこで認められているファッションだろそれは。あ、まあそうですね、まあ、僕流のこの おしゃれって言いますか、やっぱこれ流行っていくと思ってるんで。でも今日境歩いてたら、うん、みんなここしか見ないんで、うん、こっち見てほしいなと思ったんです。あ、顔面見てほしいな、ね、顔面見てほしいのに。いやマジ膝だけ風邪ひけばいいのに。ありがとうございます。こっちもこっちも見てください、こっちも、ね、ステラシーだ、頑張ってください。よろしくお願いします。ちょっと待ってくれない。いや頑張ってこ、こっからだよ。頑張ってね。どうした、どうした、ともき、何、ともき、なんかあんの。
今ねこれズボンのラインがこの胸の下ぐらいまで上がってるんですけど、うんうんうん、そうなんです。これもちょっと先ぐらいに流行るんでね、皆さん。なるほどね。よいしょ。トモキ俺はもう、はい、誰よりも君を応援している。本当ずるいですよ。ありがとうございます。坂井さんとご一緒できて嬉しいです。だからちょっとズボン上げるのだけは今後やめような。ありがとうございます。いいアドバイス。勉強。そしてサトピーよ。なんすか。サトピー今日のファッションのポイントは？けん玉ですね。あ、いいね。今日のファッションね。昨日トイザラスで2000円で買ってきました。あ、いいファッション。それはファッションなのか、果たして。もうあれだね、もう今自己紹介見ていただいて分かった通り、今日なんですけれども、もう皆さんですね、何かがパンと弾けた状態になっておりますので、はい、まあなんといったって祭りですからね、やっぱり、祭りですからね。弾けましょう。騒ぎがないと。祭りなんて言われたらここ祭りナインがいますからね。うん、その通りですよ。あ、でも今日全員で9人揃ってんで、祭りナインってこういうことですか。あーらー僕たち人数関係ないんで。ちゃんと大学仲良くやりたかったのに。あれおかしいな。厳しめです。仲良くやって。お願いだから。タクミの仲良く。タクミの大好きな言葉。でもまさにお祭りですよね。この中に。そうですよ。さあこのワイワイした3グループ、そして司会の坂井直人はですね、平日夜10時から生放送中の中部地方盛り上げプログラム中盛りで番組を担当しているメンズということで。一番メンズだ。メンズですもん。肩幅で表すメンズです。肩幅でメンズ。中盛メンズ祭りというスペシャルプログラムをお送りします。はい、まあ先ほども言ったんですけれども、ハッシュタグ中盛カタカナで中盛をつけてツイートをしてですね、たくさん実況していただいて、ぜひ皆様、我々をトレンドに乗せてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆様のお二人とぞ。さあまずはここでそれぞれが担当している番組の紹介をしていきたいと思います、はい、まずは祭りナインが毎週水曜日夜11時50分頃から坂井直人のラジノートの中でお送りしている祭りナインですについてですが、はい、さあライガー、はい、この番組はですね、うん、坂井パイセン、坂井さんに出ていただきまして、うんうん、私出てます。坂井さんの指令のもと、うん、祭りナインが季節の話をしたり無茶ぶりに答えたりいろんな企画にチャレンジしていくっていう、はい、皆さんの一日を締めくくれるような番組になっております、うん、そうですね、すごい。主に替え歌がすごい多いんですけど、そうだね、はい、替え歌ばっかやってる番組です、ね、月に1回替え歌企画っていうのを最近やってますね。完全にディレクターが味を占めたら4回に1回ですもんね。あと最近あるのはメンバーの誕生日が近いと、はい、誕生日特別企画みたいな感じで、そうそうそう、あーリクト君もやりましたよね。リクやったね、やりましたね。10分間一人喋りみたいな、一人喋りの時間もまた今度やるんだね。それをね、今度流れ収録したからね。今もうすごいよ、これ生ならではのことが起きましたからね。今度の水曜日もうラジノート、そして祭りないんですよ、聞くしかなくなったわけです。あら、そうでございます。見てくださいね。そうです。だからメンバーは誕生日近くなるとフリートーク一人でやらなきゃいけない、やすることができる、やらなきゃいけないって本音が出てたよ。本音が楽しかったですよ。大丈夫、怖さと楽しさが、怖さと楽しさ、なかなかにね汗かきましたね。そうよ、あの会話。そうね、だからもう祭りナインが本当に指令に対して頑張ってね答えていくんですけど、はい、なんだろうね、最近もう、はい、祭りナインがすごくなりすぎて、はい、俺のパイセン感が弱いんだよ。パイセンですよ、すごい。だって前のパイセンの時はさ、はい、オスみたいな感じだったでしょ。そうですね、あ、うん、俺オスだからね。ゆるーく始まってます。ゆるゆるです。ちょっと雑魚キャラ感が半端ない。まあまあまあ、あえてやってる部分なのか。ワイワイみんなで楽しんでいる番組ですよね。ね、はい、はい、ぜひ参加してほしい、いただきたい、ね。続いてですね、BMK とステラシータが毎週金曜日夜10時からお送りしているミックスユースレディオ。はい。はい。さあ、かわいい。トモキーちゃんが映っとるから。ダブルピース。ステラシータに聞こうか。ステラシータ。はい。はい、ステラシータです。ミックスユースレディオはどんな番組ですか。まあ、ミックスユースレディオ、まあ、今日見ていただくと分かるんですけど、本当爪痕残そうっていうのが、うん、まあ、今日だけじゃなくて普通の放送でもそうなんですよ。うん、毎回無茶振りをやったりだとか、うん、はい、急に即興の演技始めたりとか、あと安藤悟がボイパが得意なんですよ、うん、でボイパでお悩み解決とかコーナーあったりだとか、うん、ちょっと俺がうまく言いてないですね。ボイパでお悩み解決ってやってんの、うん、はい、そうなんですよ。僕の、親
と、うん、本人はすごいあんまりやりたくないんですけど、うん、いや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 でもすごい皆さん送ってくださるので、はいはいはい、すごい楽しくやらせてもらって、うん、ちょっとこれも今日どこかで時間があればね行きたいですね。で、はい、ミックスエスリートなんですが第2の金曜日が BMK 担当、はい、そうなんです、はい、僕たちはあの1ヶ月に1回にはなってしまうんですけども、うんはい、そこで結構あの初めての音源解禁をしたりとか、はい、それぞれあのコーナーも違ったりしますし、はい、季節ごとに例えばあの怪談の中心とした怖い話、はい、怖い話も、ね、中心にした、はい、あ放送だったりとか、はい、うちの松岡も結構食レポとかも得意なんで、はい、今日コメちゃんの仕切りじゃないのだいぶゆるゆるでやってるんですけどちょっともう学ラン脱いじゃってるんで違う、もうすごい学ラン脱いででも僕たちあの来年の1月13日にメジャーデビューが決定して、うんはい、よりパワーアップしたグループとしてあの第2金曜日を盛り上げていますので、はいうん、ぜひ皆さん注目してください、はい、よろしくお願いします。お願いします。盛り上がってるラジオやってます、ね、いやー、はい、ちょっと今日のカメラさん、はい、匠に優しすぎるんじゃないかな。そうだよ、だけど聞いて匠ね、やっぱりあのいつもの MC がちょっとだらけると俺が頑張るっていう立ち位置です。よろしくお願いしますあの内情急に言わないでください。違うと思います。さあ、ミックスエスレディオの中で放送中のウオチュープレゼンツウルトラスシファイアの全てはエンターテインメント、はい、今日はなんとスペシャルコンテンツもお届けするということなので、うんはい、そちらも楽しみにしていただきたい、はい、なんとそのスペシャルコンテンツの中では、はい、ウルトラスシファイアが、はい、BMK の曲をそうなんです。この先言ってええんか。どうします。もうほぼ言ってますけどね。か一つしかない。カバ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 、もう言うのやめとこう。もう言ってます。ありがとうございます。言ってる。もう言ってますよ。言ってた。カバーしたということです、ね、はい、すごいいいな。どんな感じなんだろうね。え、楽しみにしていただきたいなと思います。で、私酒井直人毎週水曜日夜10時から酒井直人のラジノートっていう番組やっておりまして、基本的に一人で喋って、はい、中部地方どこかの街に毎週ですねロケコーナーで出没したりだとかして、あれやこれやとリスナーの皆さんに助けていただきながらやっている番組でございますので、こちらも聞いていただきたいなと思います、はいはい。さあ、ここでプレゼントのお知らせでございますよ。CBC ラジオネットで秋祭りではツイッターでプレゼント企画を実施中でーす。CBC ラジオツイッター公式アカウントをフォロー&リツイートで食欲の秋ならではのグルメをドーンとプレゼント。エビセンパークのぺったん体験チケット、中北薬品のカツメイチャ、肉のキングのお買い物商品券、ホワイトハウスのサブレ、マルエングループの共通金券、などなど抽選で総勢58名様に当たります。めちゃめちゃ当たった。太っ腹。詳しくは CBC ラジオツイッター公式アカウント、またはネットで秋祭り特設サイトをご覧ください。よろしくお願いいたします。さあ、オープニングがめちゃめちゃ長くなりましたが、はいはい、改めて今回この3組に何をしていただくのか、はいはい、それは、はいはい、ご褒美グルメ争奪メンツ三つどもえ大決戦。めちゃくちゃ台本見たけど大丈夫ですか。表面した大声ですよ。いいか、俺も今これ台本途中で見ちゃったなって後悔はしているぞ。ではあのしっかり説明していきたいと思います。今回のネットで秋祭りはですね、食欲の秋ということで、グルメをテーマに各番組いろいろな企画をお届けしてきました。そこでこの番組では祭りナイン、BMK、ステラシートの3組でご褒美グルメをかけて3つの対決を行っていただきます。さあ、全ての対決が終わった時点で一番得点の多かったグループが優勝。よいしょ、すごい。なるほど。そんな優勝グループがもらえるグルメ、はい、今回10代20代の男子が多いっていうことで、はい、若い男子メンズが喜ぶグルメですよ。わー、わたがしとかですか。
何何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 何綿菓子とかくれるんですか。マカロンマカロン。可愛いの。マカロンマカロン。可愛いの。自由に喋っちゃう。マカロンって言っちゃうところ可愛いっていう風にみんなもツイートしとるはずだわ。本当にこれはあざといよ。みんな騙されちゃダメだからね。本当だよ本当だよ。本当はニンニクとかすすってるからね。ニンニクすすらんのだわあんまり。ラーメンみたいな。帰るバケモンじゃねえか。BMK BMK なんやと思う？でも若者受けなんで。タピオカとかそういうのじゃないですか。いやいやいや、メンズなのよ。あれ分かる分かる。そんな同じ方向に行くの。ティーンになってメンズなのよ、メンズ。あ、メンズ。でもだからでも CBC さんだからやっぱりちゃんといいものだと思うよ。高いやつ。何ざっくりしとんな。何なの、協力して発言して。そのグループの中で2対1みたいにできてる。いいね、このギクシャクした感じ最高ですよ。揉めろ揉めろ。いけいけいけ。さあ、祭りない祭りない何やと思う。え、若者ですよね。でもTikTok アカウント違う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 、グルメなのよ。はいバカ、グルメなのよ。TikTok アカウント自分で勝手に解説してくれりゃいいのよ別に。その通り。先生ちょっと聞いてなかったの。聞いとけよ最悪や。はいはい、凍結です。さあもういいですか、みんな。あの何かっていうの言っときますよ。10代20代の男子が大好きなグルメ、それははい肉。待ってました。だから言ったじゃん、それだと思ってました。ご褒美グルメには肉を用意しております。どんな肉なのかは優勝してからの楽しみです。みんな肉食いたいか。食いたい食べたい。お願いします。お願いします。お願いとかじゃなくて皆さんには競っていただきます。はい頑張ります。さあそれでは参りましょう。ご褒美グルメ肉をかけて一つ目の対決に行きましょう。こちら3人で答えを作れ3文字クイズ対決。イエーイ。3文字クイズ。さあこちらとても単純なクイズ対決です。これから答えが3文字になるクイズを出題していきます。これを各グループ1人1文字ずつフリップに書いて答えてください。はい、3人で作った答えが正解だったら1問につき1ポイント入ります。はい、さあ早速いきましょうか。お願いします。いきますよ、第1問。はい、ダン、動物のキリン英語で何と言うでしょう。カタカナでお書きください。え、なに、動物のキリン英語で何と言うでしょう。これは正直わかる。カタカナでお書きください。これはわかる。サービス問題や。うちのリーダーわかると言ってます。サービス問題で頼むよ。むずいむずいむずい。皆さん書いてください。ちょっと待て、これ英語あるの。これはストレートな問題ですよね。全然わからないですけど。謎の言葉じゃないですよ。きっかけとかじゃない。めっちゃイージーや。これ大事な大事なや。これね、見てくださってる皆さんはわかると思う。え、待って、分からん。え、分かんだ。いや、これイージーだよ。これはまあ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 。マジで分からん。いいですね、ツイート来てますよ。ふみなさん、アタック25でトップ賞を取ったりっくんがいる祭りさんは。そうじゃん。すごい、本当に。おめでとうございます。りっくんはトレンド入ってるんで。ただね、一人が正解しても意味ないからね。いや、そうなんですよね。さあ、皆さん、あと10秒以内に書いてください。やばいやばい。10、本当に分かる。分かる分かる。わかるよ。皆さん、ね、ロック、ゴー、わからん。おい、マジかよ。2、1、終了。絶対。さあでは各スタジオ、はい、それぞれで出していただきましょうかね。はい。ではまずは私酒井と同じスタジオの祭りナインからです。動物のキリン英語で何と言うでしょう。カタカナでお書きください。せーの、ドン。ライガ。ク。クです。リックン、ラ、ラ、カノディ、僕、んですね。クラン、クラン、クラン、ありそうやな。聞いたことない。いけるでしょこれ。クラン、クラン、クラン、ありそうやね。はい、失礼しました。承知しました。わかりました。ありがとうございます。続いてイースタジオ。はい、よし、来た。イースタジオ行くよ。行くよ。答え一斉にどうぞ。せーの、ドン。じゃん。コメちゃん、コメちゃん、ジーケンパー、リリタクミン、マー、あ、もう終わってます。言葉がジリマ、なんだそれ。あ、あるんじゃない。おい、お前、ありそうだよ。今日売れに来たんちゃう。ありそうよ、ありそうよ。さあ、そしてステラシータ、はいはいはい、答え一斉にどうぞ。せーの、ドン。どっちからだ。僕、安藤からです。はい、サトピー、10、トモキ、
ブブあれハイト君ふジュブフ一番面白い神におりせんジュブとの剣みたいな音で祭りナインがクラン、 クラン、 クラン BMK がジリマです。ジリマ、 ジリマそしてセラシータがジュブフです。ジュブフねえ、正解を発表しようと思います。動物のキリン英語でなんというかカタカナでお書きください。正解はジラフ。おらー、めっちゃ惜しいやん。ちゃんとキリン柄にしたのじゃ。わかるよ。これだから合ってんのってもしかしたらコメちゃんは分かってたんじゃない？コメちゃん分かってましたよ。ねえ、すごい。ジュも一緒じゃないですか？ジュはダメです。ジュラフじゃないですよ。ジュラフなんで？格好よく言ってると思った。格好は分かっとったねじゃあね。はい、分かってました僕はフジラフでフで。すごいね、すごいね。じゃあもう今当たった3人でメジャーデビューしよう。ジクンラって書いてあるけど。そうですね。え、ジラフのラだ。ジラフのラだと思った。じゃあ三チームで正解ってことでじゃあ一ポイントずつ。一人一ポイント。これみんな。ちなみにさ、ライガは何だと思った？僕クビビだと思う。クビビ首が長いから長いからクビビっていうので思いついた。クビとビでクビビってこと？クビビです。うわー、すごい。アミビー、やばいよ。可愛いけどこれは許せない。二度とクイズ番組出れんな。同じ赤だな。いやちょっとこれね、あのいい各グループちゃんと俺正解してほしいんだわ。じゃあすいません、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 すいません。そういうやつで正解するやつですね、これ。そうです、正解するやつですよ。正解してミッションはここまでですよ。さあ、次では次の問題に参りましょう。第2問、じゃじゃん、どこの国の国旗でしょう。カメちゃん天才です、今日持ってます、はい、どこの国の国旗でしょうか。今スタジオの外からこれはわかるという声、スタッフさんの声が聞こえてきました。それではお考えください。制限時間は20秒です。よーい、スタート。はい、もうカメちゃんわかります。え、これ病院じゃないの？これ結構皆さんね、病院の地図記号じゃないの？これわかると思いますよ。ただ病院の場合はね、赤と白が逆なんですよね、これね。あ、なるほどね。3文字、僕トイレに国旗貼ってるんで。でも3文字っていうのもヒントになるんじゃない？クビビって爆笑、ライが面白いとかね。しーちゃんからこの先不安すぎっていうのも来ております。こんな感じでハッシュタグ中盛りでどんどんみんなを煽ってあげてください。1人が正解しても意味ないよ、これ3人とも正解してたからね。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、いけそうですよ、正直。7、6、5、4、3、2、1、終了。これはわかる。これはそう、これ BMK が結構自信ありそうだから。じゃあ BMK からいきましょうか。じゃあこれコメちゃんから順番に読んでってください。せーの、ドン。チャンス、イ、お、あ、スイア、ありがとうございます。でもこれ逆から読んだらこれアイスになるね。食べたいなアイスね。はい、では続いてステラシータ。冷た。ステラシータ、行きますよ。はい、あら、せーの、スイ、ススイス。さあ祭りナイン行きましょう。祭りナイン、ライガからかな。よっ、せーの、ドン。スイ、待て待て待て、せーせーすいすということで、祭りナイン、ステラシータ正解以上。肉に一歩近づいたぜ。じゃあちょっとあれですね、今回ボケたの匠だけってことで。待って、いいですか？ボケてない。ボケてない。みんなはちゃんとポイントを取りに行って、スイスースイスーというふうに書いてですね、あの BMK も二人ちゃんとスイまで行ったんですけれども、匠、ね、あのあって書いたけど、なんだと思ったの？え、俺シリアだと思ってました。シリア。ちょっと待って、俺こういう風に売れるつもりじゃなかった。ちょっと最年長剥奪してもらっていいですか？やばいよ。え、最年長なん？最年長です。最年長ですよ。うわあ、不安しかねえ。やかましいわ、やかましいわ。なんなの？いいね、ツッコミもできるってさすがですね。やかましいわ。そういうことじゃ、腕あります。計算してないから。さあ、ではあと1問だけいきましょうか。ちょっと難しい問題でいくよ。いきましょう。いい？任せてください。漢字の問題です。漢字。いきましょう。問題です。じゃん。なんと読むでしょう。もう全然わからん。楽勝すぎる。水に楽勝すぎる。水
母と書いて何と読むでしょう。炭治郎のお母さん。うわむず。ポケモンしか出てこない。どう頑張っても3文字ではない。もうちょっと寄れますか。水の母でしょ。みんな見える水に。でも俺母です。俺はちょっとあの多分2人に甘えるね。3文字3文字です。これヒントとかないですか、ね、酒井さん。ヒントはね、ね、もうこれめちゃめちゃスペシャルヒントですね。はい、この感じじゃない感じでも表します、はい、ちょっとね、分かっちゃったかもしれない。分かったかもしれんけど出てこん。それがマジ。えちょっと分かっちゃった。水の母。水の 水の母です。これはえこれ水の母から読み取れます。そう、明確に言っちゃおうか。海にいる動物です。海の生物です。じゃあ水の父親は何。いやいや違う違う、そういう話してウルトラの父みたいな話はしないで。はい、皆さん書いてください。何でもいいから書いてね。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。これしかないわ。1終了。さあ水に母なんと読むでしょうか。祭りナインからいきましょうか。ライガから順番に出してください。ではお願いします。いきます。楽しそう。10 10 ラー待って、え、あかジュラカジュラカジュラカな。ジュラカですよ。ジュラカね。めちゃくちゃ顎の力強い。ジュラカ結構強いよね。そうです。5本指なんで。ジュラキの名前の由来になったって言われたね。ジュラカな。絶滅してるどうなんでしょう。さあ続いてステラシータ。はい、はい、では安藤くんから順番にどうぞ。くく、そしてリクトくんと同じララおフラえら何してんの。クララが勝った立ったのかな。何してんだよ。いや本当に、え、立ってない。クララ、いや違う違う違う、荒川のイカジらしい。いないいないいない、さんでした。本当にクララって荒川のイカジらしい。もう荒川なんて知らない。ハイジがいるよこちらに。何だクララって。クララ、え、ラじゃないの。さあ BMK 行きましょう。はい、 BMK コメちゃんから順番にどうぞ。クー、おおかラー。クカラー。やっぱラだよね。クカラですね。マジ、ね、最近流行ってます。そうそうそう、クカラ結構流行ってる。どこで流行ってんの、はい、クカラは。オースですね、うん、オース流行ってる。オース結構ね、みんな今クカラつけてますね、うん、クカラつけてる、ね、オースの人頭につけるの。クカラはクカラ頭に頭に頭につける。右側が多いね。右側が多い。そうそうそう。さあ、ね、見ていきましょうか、ね、BMK クカラ、はい、そしてステラシータがクララクララクララ、祭りナインがジュラカ。なんか似て響きが似てるな。さあ今から正解を発表しようと思います。いい、正解はクラゲ。うわよっしゃほらクラゲでした。すごいコメちゃん、すごいニアピン。ニアピン、ニアピンじゃないですかこれ一個。いやそのラが合ってるだけだから。ニアピンだけ。ごめんね、あのまたもう一回聞いて。ライが10は何だと思った。僕10ゴンだと思いました。10ゴン。あー10ゴン頭いい。それはでも確かにちょっとボイかもしれんわ。出てこんわ10ゴンやったら。もうでもしりとりだったら負けだからね。負けだね。どういうこと。ちょっと待って。でも1文字ってルール無視なんすか。今クイズやってるんです。ちょっと待ってよ。ステラシータ惜しかったね。いやーもうでも一番可愛い。いいですよ。ね、安藤くんとともきは分かっとったよね。分かってました。すごい赤だけ、ね、ちゃんとちゃんと勝ちに行ったのに普通に。そうね、クララみんなよ。ちゃんと勝ちに行ったのに。クララは何だと思ったの。え、俺クジラだと思ったんですよ。だタクミンもそうだと思うんですよね。だからタクミンもラだと思ってました。うん、だってお母さんですよね。そう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 、ね、お母さんだもん。そうそう、いや違ったか。あの勝手なイメージすぎるよ。水の母はクジラっていうのはほぼ哺乳類だけでしか。このキャラで売ってく予定じゃなかったんだけどな。いやあそんな攻められる。皆さんそれぞれの爪痕しっかり残ってます。ありがとうございます。いや惜しかったですね。さあではですね、一つ目の対決、3文字クイズ対決、ここまで。さあ現時点での各グループの得点を確認していきましょう。現在祭りナイン1ポイント、ステラシータも1ポイント、 BMK は0ポイント。何か表記シータ表記になった。僕らの表記シータなんですね。はい、シータでございます。ステラが入りきりませんでした、すいません。ステラって書くとおばさんかなと思われちゃうんでね。シータの方になっちゃいます。さあさあさあ行きましょうか。続いて2つ目の対決はこちら。お、芸術の秋、絵心対決。イエーイ。こちらも簡単なイラスト対決。これから私酒井が出すお題の、絵を
答えを見ずに書いてください。はい、皆さん絵心はありますか？あります。ありますね。まあ、画伯と呼ばれてますからね。画伯と画伯と呼ばれてるっていうのは誰だ今？あ、はい、荒川です。荒川くん画伯と呼ばれてる。画伯と呼ばれてるんで、もう二等身キャラ描くの大好きなんで。うるせえたちクラだって書いとったやつがよく言うぜ。本当だよ。ちょっと風当たりが強いです。うん、いいですね。グループ内に不和が生まれてまいりました。さあ早速いきましょう。得点はですね、あの各グループの絵を見て私酒井が好きなようにポイントをつけていきたいと思います。フリースタイルだ。結構シビアな。では参りましょうかね。はい、はい、一つ目のお題はなんだ。簡単なやつにしよう。クイこちらなんだ。ゾウ。ゾウ。おゾウ。ゾウさんです。あ、動物のゾウさんです。いるよね。いけるゾウだって。さあそれでは皆さん書いてください。よーいスタート。いるぞ。ゾウゾウは特徴的ですからね。かわいいねこれ BGM がね。なんだろうねこれね。あ、みんなこれ本分かったね。これ芸術の秋ですからね。やっぱりね、皆さんの絵心しっかり見せていただきたいと思いますよ。声かわいいな。ゾウってかわいいですもんね。ゾウかわいいね。そうだね、あの口動かす前に手動かしてください ね。厳しい。フリートークでしょ。あ、フリートークは僕がして、流してこっちに来ないでよ。書いてね。書けた。じゃあちょっと待って。ゾウさん、ゾウさん書いてます。ただいま。さあ皆さんそれぞれが真剣に絵を描いている姿、ここもみんななかなか見ることできないんじゃないでしょうか。そういうところでね、ちょっとこう、はあ、ちょっとすさんでしまった心を癒していただきたいなと思います。失礼な。さあこれ本当に点数はどんなものでもいいってことなんだよねこれはね。逆転のチャンス。各グループに一斉にこう上げればいいんだよねこれはね。さあ皆さん描けましたか。はい、できました。はい、じゃあかけた人から出していただこうかな。はい、BMK がかけたのかな。かけました。オッケーです。じゃあタクミンの絵見てみましょうか。はい、タクミンどうぞ。僕の描いた像はこちら。ハッピー。かわいい。いいね、いいね。なんだろうね、夢の世界の象さんみたいな感じで。そうです。いいね。BGM にも合ってたね。それ、はい、フロム原宿でしょ。ね、いいよ。そうそうそう。やっぱりちょっと奇抜な感じでやってみました。いいね。かわいい。ちゃんがね、元気出る元気出る。絶対色味としてはピンクとか黄色とかをすごい。はい。そうです。パミュパミュさんを意識してます。パミュパミュさんもね、ぶやつけよく言えたね。はい。さあ続いてケンパ行きましょう。どうぞ。じゃあ王道な感じでこちら、バン。滑り台やないかい。遊具やないかい。なんかこれゾウさん型の滑り台じゃない。いやゾウさん遊具やない。窓みたいなのあるけど窓入ってるよ。これ地上絵ですよ。ナスカ。違います、ゾウです。ナスカ。何を思ってそれ描いた。ナスカ。いやゾウです。なんでちょっと切り込み入ってんの。すげーな。何やってんの。線多いんでゾウ。線多くないよ。さあこれはすごいぞ。コメちゃんいきましょう。はい、コメちゃんいきます。リーダーですからゾウさん、こちらです。てんおっさんやないか。しんちゃんで見たことあるのかこのテイスト。もうアフリカ。何を言ってんの。学校だね。学校に通ってる。上の申し訳なさそうな怪我ね。すごいね。なんかわからんけど歯医者に行きたくなる。貫通してる。その目透明だ。いやこれポイントつけがたいな。いやどうでしょう。いやもうこれねいいですよ。多種多様ですね。ただわかりやすく一人1ポイントといきたいんですが、ちょっとタクミンの絵が僕的に好みなので、タクミンに3ポイント上げて5ポイントにしましょう。やったー。タクミンが1ポイントやった。やったー。ありがとうございます。すごい。さあじゃあ次どっち行こうかな。僕たちかけましたよ。かけた。じゃあ祭りナイン行きましょう。祭りナイン、じゃあライガから見せていただきましょう。どうぞ。こちらだー。うわすげえ。おすごい。あ、どえら上手だか。ゾウさん。ねえねえねえ、ゾウさんってウィンクすんの。ゾウさんウィンクしますよ。あ、そうなの。しないっすね。いやいや、しますします。バリでバリでいました。バリでいた。はい、バリのゾウさんウィンクしてた。ウィンクしてました。ウィンクしてた。なんで見てない人は文句言わないでください。ねえ、ほらもうまっすぐまっすぐとした目で言ってるからね。それはすいません。そうな、俺もごめん、見たことはないから。そうだ、それ文句言えんわ。そうだそうだわ。じゃあ次リックン。はい、リックンこちらです。ゾウさん。え、青。もうちょっと、え、怖っ。エリアン。え、口何。青鬼ですねこれ。青鬼だね。かわいいやん。うるうるした。ゲームの青鬼みたいな。早いやつやね。とりあえず以外はお休みしてもらった方がいいかな。実写版。リックンそうだね。あの、そうね、なんだろう、人には得意不得意があるというかね。フォローになってないよ。それぞれの、それぞれのね、場所があるから。それ以上は言わないですね。あの、一回ちょっと下ろしといて、それだけ。よし、カナディ行こうか。カナディどうぞ。はい、こちらです。
あーいいよ、自画像ですか、芋虫ね、いやいやいや、ちゃいますよ、自画像ねえよ、可愛くないですか、なになにそれ、6って書いてあるのそれ、なに耳なんで、やっぱ耳って6でしょ、え書くときって耳って6でしょ、いやいやいや、え違う、6に見えるっていうだけだね、耳はこういう感じで、耳って6でしょ、目は3でしょ、鼻は4でしょとか、なんか全部数字で表している人がこれ数学の世界に生きてる人が、でも割とでもコメちゃんの絵に似てんのかなと思いますけど、えあーちょっと待って、そうね、でもコメちゃんよりも似てるわ、コメちゃんよりも可愛いな、いやコメちゃんそんな悪魔の数字入れてないですもん、確かに、もう一個6ないからな、666じゃないからな、一応リックもう一回見せてもらっていいかな、あれですね、パオンいやそれ見たらみんなピエロで美味しそうな、すいません、なんか不幸なことがね身の回りで起きたら事務所にクレームお願いします、カルディ2ポイントやった、ライが3ポイントやったライザリックン0ポイントで合計5ポイントです、おー並んだ一緒だ、マイナス精度はなかったみたいな、僕は好きよ、ありがとう、うん、なんか冷め合ってくれたりそうですね、あのいいね、ここであのギクシャクしないっていうところはいいんじゃないでしょうか、はい、さあ続いてステラシータ、はい、はい、いけます、さあ参りましょう、完璧な作品が完成した、じゃあサトピーからどうぞ、ダン、すごい、うわすげえ、なんだこれなんだこれめちゃめちゃ速く移動してないあれ、めちゃ走ってるみたいな、でもさ、ゾウにまたがってるんじゃないんだね、ゾウの上にまた椅子が置いてあるんだね、椅子置いてある、ちょっとゾウだよって自己紹介ありなんですか、これゾウが言ってるわけじゃないからね、そうだね、上の人がこれはゾウだよって教えてくれてる、教えてくれてんの、すごい作品ですよこれ、またただ向こうの夕焼けがいいですね、またね、進んでいい、色使ってなんて言ってないよ、これ本当に時間内に終わったのか怪しいですよこれ、終わってました、終わってました、ヤジすごいな、さあ続いてトモキ、はい、ゾウ、あかわいい、シンプルにゾウ、あでもあでもまさかのこのサトピーと人が乗れるかぶりをするっていう、あいやでもセラシータそういうね、ね、まあ仲良しやからね、そうそうそう、だいたい人乗ろ乗らせようとする、人一緒になっちゃうね、人乗せようとして乗ってるそれ、人乗ってこれ足見えませんか、人の足、あ足じゃあ足はあるけど胴体どこ、この辺胴体、あの頭まで入りきれなかったホワイトボードにちゃんとバランス考えて書いてください、ごめんなさい、さあではラスト画伯いきます、画伯ゾウさんこちら、あおえなんか可愛い、めちゃめちゃ可愛いじゃん、よくないですかこれ、ちっちゃいぞ、思ってたんと違うな、俺やったな、思ってたんと違うな、ごめんなさい3人だけマジで本当に普通な普通にかもなくかもなくない、そうだね、カイト足が若干ちょっと短いかな、あ俺のですかね、短い短すぎる、やってるわこれぐらい、やりたい放題だなこれそれではこれぐらいが一番いいじゃないですかやっぱり、うーんステラシータそうだね、うん、なんだろうな、シンプルに1人2ポイントずつで6ポイントあげようかな、あと全然残せてないぞこれじゃ、うん、そうね、ステラシータの皆さんよかったね、6ポイントプレゼントね、やったな完全に、なんか負けた感じがある、そうですね、あのかもなく不可もなくの6ポイントです、なんかこれ勝ってんのか負けてんのか分かんないよ、負けた気がしないな、さあそしてもう一ついきたいなと思うんですけれども、もう一つサクッといきますよ、はい、いいですか皆さん、ちゃんとあの10秒以内にじゃあ次書いてください、わかりました、10秒短いっすね、参りましょう、続いてはこちら金シャチ、金シャチ、金のシャチを金シャチでございます、なるほど、金シャチです、あちなみに先ほど象だとねこう見本だとこんな感じです、あうわめちゃめちゃいい、まあまあライガ君が一番やっぱ近かったっす、ね、ライガ近かったね、はいじゃあ皆さん金の社長今から10秒以内に書いてください、せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了、最悪ちょっとやばいなやばいよ10秒早いよ、これあのステラシータ消す作業に追われててあのすごいむずいです、実質4秒ぐらいしかなかったんですけどあ、わかりました、じゃあステラシータからいきますか、じゃあステラシータからいこうか、よっしゃ、じゃあステラシータ見せてやるぜ4秒クオリティいくよ、じゃあ回答どうぞ、はい、はい、金シャチ
うん、でもすごいよ、4秒だったし、結構ね、わさびわさびみたいな。褒めてない、誰がするよ。一応これ俺見本もこれ見せた方がいいね、これね、はいはい、ごめんね、じゃあ見本一応これ見せます。はい、こちらです。正しくはこちらです。これじゃあもうこれもうこれもう一回俺の見せてください。これ俺の見てください。で、荒川くんのが完全にわさびザメ、わさびあれか、わさびザメや、コリコのキャラクター、わさびザメやめとけ、ポケモンちゃうわ。さあ、では続いてトモキいきましょう。トモキどうぞ。こんな感じ。4秒。うまいじゃない。これうまい。これがステラの4秒でございます。これマジでうまいぞ。めっちゃ上手。すごい綺麗じゃないですか。でも目もいいね。お上手です、お上手です。意外と的を得ていたという。いいね、いいね。100点。さあ続いてサトピーどうぞ。ダン。あ。おお。あ。でもすごい。サトピー、サトピー、サトピー、サトピー。何ですか。夕焼けが残っとる。これちょっとダメだな。ずるいよ、使い回しじゃん。マイナス2点じゃない。いやいや、ダメ、マイナス、いや、これも含めて点数に入れてほしいです。いや、あのね、あの海からそのね、なんだろうな、あの夕焼けが見えて、それ越しに金シャチが見える場所ってどこ。それはそう。じゃあ消しときます。ステラシータ合計で3ポイント獲得おめでとうございます。あ、でも3ポイントいただきました。もうどういう機会は今僕が思った手数になっております。友達くんがねすごい頑張ったから、よう頑張った。これで3点かなって感じ。さあ続いて BMK、うん、はい、はい、BMK いきましょう。コメちゃんからどうぞ、せーの、はい、どん。こちらでん、ちゃんと2匹書いたっていう、ね、おこういう大事、こういうブーツあったらこれもう流行るよ、こういうブーツ。それ言わなきゃよかったのに。子供の日の鯉のぼりみたいな。あられ入ってそう。すげえから絡みてる笑ったね。上手上手。さあ続いてケンパ。ケンパ。タクミ行く？はい、タクミ行きます。タクミどうぞ。はい、タクミのはこちら。わお。これ何？なんか。あれタクミちょっと似てない、タクミ似てないわ。タクミの中で何？金ちゃんはわおって鳴くの？言ってます。はい。やっぱりね、いいですね。名古屋のアイドルですからね。独創性ありますね。これはまたいいですよ。お願いします。ではケンパ行きましょう。はい、じゃあお願いします。はい、こちら。はい、これすぎる。ミミズ？ゾウさんの鼻じゃない？どっちでもできるんですけど、ね、両方いけるのすごいね。こっちでもいけますね。怖すぎ。確かもう自由にしてもらって。これあれですね、審議、審議じゃない。三日月もです。今から点数を差し上げます。はい。コメちゃん1ポイント、タクミン1ポイント、そしてケンパでマイナス1ポイント。ねえ、何してんの？マイナスあるの？何してん？聞いてないな、マイナスあるの。いやもうこれはマイナスだよ。さあでは祭りない。行きましょう。ではライガからどうぞ。はい、金シャチです。うわー、なんだこりゃー、すげー眉毛あるやん。でも好きだな、そのデザイン。なんかちょっとあの焦りすぎて、うん、10秒でちょっと大変でしたね。あ、でもなんかこの上、何、眉毛か、ノリが乗ってんのか、それ大きいの。ちょっとあの顔にしようと思って眉毛つけたし、うん、あ、そういうことね。そこのちょっと強さとかも出した金シャチの、はい、イラストならではの出してみた、はい、さあ続いてカナディ行こうか。カナディどうぞ。はい、私こっち。反りすぎ。反りすぎやろ。背骨。アクロバットやるやん。おかしいおかしい。いや、そんなレベルが素晴らしい。もうヨガじゃん。いや、重要だったらもうこの感じでしたね。この感覚でした。なるほど。はい、まあまあ、でもね、いいと思いますよ。その歯の感じとか素晴らしいと思いますよ。はい、それではリック行きましょう。どうぞ。これです。じゃん。もう、あ、岐阜のあゆがしです。いや、おいおいおい。シャチじゃねえやん。違うの書いてあるやん。岐阜って言ってます。一番見慣れたものを書く。違う今名古屋城金シャチ書いてっつってんの。めちゃくちゃ美味しい。知らねえんだよ。知らないのよ。鮭美味しい。祭りナイン1ポイントです。おっしゃ、これあれ逆転ワンチャンあるかも。これいい微生物なのにな。いい微生物。さあ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 皆さん、ここで、得点はこの後またあら見ていきたいと思います。発表していきたいと思います。あ、今入ってきた。よしよしよし、確認してみましょう。得点が来た。うわ、すごいことになっとるぞ。逆転あるよ、現在こんな感じになっております。祭りナイン6ポイント、BMK6 ポイント、ステラシータ10ポイント。悪魔の数字。6が良かったな。ここで伏線張ってくるのね。やばいでしょ。さあ今ステラシータの独走状態でございます。やりすぎた。爪痕残そうぜ。一番さあ爪痕、そしてポイントもどんどん稼いでいただきたいと思います。いやいい具合の対決になってまいりました。いやバチバチですね。いい感じの泥試合でございます。泥試合ありがとうございます。本当に大好物。さあ泣いても笑っても次が最後の対決でございます。ご褒美グルメ、肉を手に入れるのはどのグループか。最終対決はこちら。答えを合わせろ絆対決。
さあグループのメンバー同士といえばお互いの考えることはもう手に取るように分かるはず、ということでこれから○○といえばというお題を出していきますので、3人の答えが一致するように絆を感じてフリップにそれぞれ答えをお書きください。はい、さあ皆さんご準備よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、早速参りましょう。最初はいきますよ。あ、ちなみにこれなんですけど、はい、2人の答えが合えば1ポイント、はい、3人全員が合えばなんと3ポイント差し上げます。優勝だよ。これなので全然逆転もね考えられますから、皆さん頑張ってくださいね。それではいきましょう。第1問はこちら。カレーライスのトッピングといえば、いやもうめっちゃ食べ行くよ。これはわかるっしょ。カレーライスのトッピングといえば、さあ皆さん書いてください。10秒以内でお願いします。2つあるよな。3人とも好きなもの。もう絶対これ。ちょっと待って。7、いやいやいや、俺でそんななんか悩むのある。4、BMK 来たよ。 BMK 来ましたね。みんな好き、決まったよ。1、大丈夫です。さあ皆さん答え書いてください。あら、ちょっと BMK が自信ありそうですね。よくねカレー食べに行くもんね。めっちゃ行きますから僕たち。もう一番なとこ行くから全スタジオ一気に出していただきましょうかね。はい、それでは全員出していただきましょう。カレーライスのトッピングといえば、せーの、ドーン。ライがチーズ、リックンチーズ、カナディチーズーチーズやったー。マツリナイン3ポイントねえ、マジ。ありがとう。さあそして BMK は、はい、コメちゃん、コーン、コーン、コーン、ケンパコーン、ケンパコーン、タクミン、タクミン、オンタマBMK は1ポイントね。そしてステラシーター、サトピー、僕福神漬けって書きました。福神漬け、トモキ、僕チーズです。チーズ、荒川くん、チーズ、チーズ、ということでステラシータも1ポイント。よし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 、いいね。おかしいよ、ちょっとやばい。いいですね、いいですね。ひどい。さあ皆様、お次が最後の問題です。ちょっとこれやばくない？ちょっとこれやばない？え、最後のポイントは変わらないですか？3人合ってたら、はい、3人一致してたら、はい、もう5ポイントとかでいいよね。行こう行こう行こう。そうじゃない、そうじゃないと俺らできないもん。そうそう、5ポイント、3人合ってたら5ポイントにしたいと思います。お願いします。それでは行きましょう。今回はグルメがテーマですから、こちらで行きたいと思います。問題はこちら。秋の味覚といえば、白いよ、よく食べるじゃん。どうどう、あんま喋らんといて。秋の味覚といえばよく食べるじゃん。誰に合わせるのか。テンパがうるさい。よく食べる、よく食べる。え、食べる系、何食べる。え、いける、みんな。ライガっぽいの格好だわ。俺もライガっぽいの格好じゃ。秋の味覚、ちょっとこれステラシータはこれね、サトピーが一つポイントだと思うんだよね。なんでですか。食べる食べる。なんでですか。サトピーのさっきの福神漬けでちょっと他の二人がなんかはみたいな空気が出てたので。違うんですよ。でも荒川とともきも福神漬けとチーズで迷ってて福神漬けを捨てたらしいので。おお、なるほど、ね、だから惜しいとこまで来てるんですよ。まあ一人の意見を聞いてもね。そうですね。さあいけるかい。はい、いける、いける。じゃあ皆さん書けましたね。秋の味覚といえば、はい、全員一斉に出していただきましょう。せーの、バーン。じゃあ BMK からいきましょう。 BMK、 コメちゃん、サンマ、サンマ、ケンパ、モンブラン、モンブラン、タクミン、焼き芋、焼き芋、ゼロポイント。ねえ、もうやめ、もう終わり、終わり、終わり、これダメだ、帰るなよ。なんでこった。俺たちがポイント追加頼んだのさ。すいません、指を加えて待っていてください。ステラシータいきましょう。せーの、どんで、サトピー、モンブランです。モンブラン、トモキ、モンブランです。モンブラン、ハイト君、モンブラン。モンブラン。福神漬けって書けよ。福神漬けだろ。そこは。ちょっと何やってんだお前ら。コメちゃんが。福神漬けだろ、福神漬け。なんと5ポイント獲得です。マジで。勝ち点だ。もう一問やりません。もう一問。そして祭りナイン、なんかごめんなさい。さあ行きましょう。ライガー、はい、さつまいも、リックン、
さつまいもカナディさつまいもいいじゃん、ナイスだ、カナディ1ポイントだ。ちょっともう配信はここまででいいですか？もう終わり。どうです、ラスト10ポイントでやりませんか？素晴らしい、ラスト10ポイントでやりませんか？さあ最終対決を終わりまして、各グループの得点はいくつになったのか、優勝ご褒美グルメ肉はどのグループになるのか、 BM ケーキもあるか、ないか、言っちゃった、分かんない分かんない分かんないから祈っといてね。鈴木はスペシャルコンテンツの配信、そしてステラシートのライブ後に発表でございます。そのスペシャルコンテンツ、毎週金曜日ミックスユースレディオの中で放送しているウルトラスシファイアの番組特別編になるわけですが、スペシャルコンテンツステラシートも出演しているということで、さあステラシート見どころ一言でどうぞ。もう一緒に踊らさせてもらった部分があるので、うん、それはぜひ楽しさ全開なんで楽しみにしていてください、うん、はい。そして BMK の曲カバーされているということですが、そうなんですよ、僕たち結構楽曲あるんですけど、うん、その中からあの曲、あの曲です、はい、もうセンス抜群なんで楽しみにしててほしいと思います。オーライではないことは言っておきます。グルメが関連してるかもね。そうそうか、ちょっと予想しながら楽しんでいただきたいと思います、はい、それでは参りましょう、ウォチュープレゼンツウルトラスシファイアのすべてはエンターテインメントスペシャルコンテンツです。どうぞ。 CBC ラジオネットで秋祭り2020をご覧の皆さん、どうもこんにちは、ウルトラスシファイアでーす。ということで、この貴重な枠を我々いただきまして、本日はいろんな催しをしよう、催し事、催し事、どんな、本日はですね、まあいろいろコラボがあったりとか、おお、そしてですね、僕たちの先日発売した新アルバム、What We Can より新曲 MV の解禁もございます。やばい、すいません、すいません、本当に楽しみにしていただきたいと思うんですけど、まずはですね、僕たちの番組ウルトラスシファイアのすべてはエンターテインメント、そして、毎週金曜日やっておりますミックスユースレジオさんのレジオさんですレジオつながりでございまして、はい、まず BMK さん、BMK さん、 BMK さん、 BMK さんのですね、曲野菜戦士ベジメン君、なるほど、というか僕ちょうどの実家も八百屋でございますので、つながりがあるんです。そちらの曲のカバーをしていただきたいと、してほしいというですね、うん、依頼をいただきましたので、してください、僕らなりにちょっとやってみたというものをまず見ていただきますか、ね、かそれではお聴きください、野菜戦士ベジメン君、どうぞ。野菜戦士ベジメン君、ベジベジベジメン君、ベジベジベジダブル、ベジベジベジメン君、ベジベジベジダブル。症状だ、家族にバイキン負けそうだ、 DJ ベース大根新元祭で撃退だ、あのこのツヤツヤな肌色するのは何もんだ、ビーバーベースポークリーベース、そんな塔で応戦だ、いつだって健康な第一ベジメン号満タン野菜、たき火で引き締めたポテンシャル、シュートと野菜戦士ベジメン君、オンユニティを守りたい、
BC ネットで秋祭り2020盛り上がっておりますけれども、はい、始まったな。そろそろですね、ちょっと僕たちだとあの絵力が足りない、持たなくなってきましたので、なるほど、確かに。ここでちょっと強い味方をお呼びしたいと思います。ステラシートの皆さんでーす。コミカルな一面、 HD 絶対自己紹介をしたいと思います。よしよしよし、出た、すごい。僕たちがステラシートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ロックン来ると思ったのに、ロックンじゃない、第2形態だ。あ、第2形態だ。いや、さっき事前の挨拶で聞いたやつと違ったからステラシートです、ドッグンみたいな。こんにちは、僕たちステラシートです、ドッグン。よっしゃー、やったー、やっと始まってきました。はい、ということで、あのですね、あの CBC ラジオではおなじみのミックスユースレディオミクレディからですね、ゲストをしてらっしゃって、僕たちがいつも枠をいただいてるのかわかんないですけど、23時45分頃からいつもやらせていただいてるんですけど、すべてウタスシュファイアのすべてエンターテイメントの番組をいつもやらせていただいてるんですけれども、そのステラシータさん、 MC のステラシータさんをお呼びいたしまして、今回はコラボということで、もうちょっととにかく言う前にまず見てもらった方が早いですね。そうだね、間違いないよ。ちょっと曲のフリーですか、なんて曲ですか、何を考えてるの。Wake me up to そんなかっこいい曲じゃない。とんでもない。それではステラシータさんの曲 Wake me up どうぞ。ビールの上なんて見上げる余裕もなくて、隙間から見る晴れ知らずに、そのまま駆け降りる階段は夢に追いつけない自分のようで、雨には降られず凍えることもなくて、日の光浴びることもなく、小さな俺生きていくために必死な自分だったか。 To realize 大事な何かは日常にこぼれ落ちてゆくだから、 To realize 感じろよ光、その先はこの手につかめるよ。光を感じたその時に、君が微笑み息をしたんだ。 It's gonna be a lot about now, It's gonna be a lot about now、 寝てなんていられない、始めたこの時に、君と僕のストーリーが始まる。 It's gonna be a lot about now, It's gonna be a lot about now, Oh 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 oh, have a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  good time.ある時間はみんなに平等で、振り返りついてるパワーさえ、このままでいいのかと不安の風を吹かせて立ち止まる。 To realize つけた足跡は消えてはいかないもの、握りしめた手突き上げて、君のために今走り出した。 It's gonna be a lot about now, It's gonna be a lot about now, 目を閉じていられない、 Wake me up、 動き始めたこの時に、君と僕の姿
It's gonna be a lot of fun now. Oh, 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 have a good time. そして動き始めたこの時に君と僕のストーリーが始まる。It's gonna be a lot of fun now. It's gonna be a lot of fun now. 寝てなんていられない。Wake me up. 動き始めたこの時に君と僕のストーリーが始まる。It's gonna be a lot of fun now.It's gonna be a lot about now. Oh, 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 have a good time. It's gonna be a lot about now. It's gonna be a lot about now. Oh, 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 have a good time.揺れてるつまり
それではお聴きいただきましたステラシータさんの Wake Me Up という曲とウルトラスシュパイの全てはエンターテインメントという曲のコラボレーションでした。これ俺らのウェイクミアップこれでは合わんよ。確かにね。若干ね。ちなみにどうでした今回のコラボ皆さん、ステラシータの皆さん。僕たちもウルトラスシュファイアーズ初めてお会いしたので。そうですよね。まさかこんなに弾け飛んでくれるとは。楽しかった。だって僕らいつもラジオやっててこうラジオ放送終わったこう僕らがね受けをするんですよ。はい、いやなんかこう今日はこうでしたよねみたいな、うん。全然それに対しての返答がないまま。ツイッターでちゃっかり、あ、今日もありがとう、ね、見てくれてるみたいな全然ね、ここのやり取りがなく僕ら一方的な思いだと思ってたんで、はいはい、こんだけいやいやいや聞こえないそれそれは確かに一方通行の半年間でしたね長かった片思いだった、ね、そうでも今日ここでスタジオで集合して、はい、もう出会って3秒ぐらいで速攻コラボレーションし始めてそうもう結構奇跡のグループを生みましたよ、ね、それにしては本当に楽しかったアイスブレイクゼロの中でもう演奏で俺は思うわけ、はい、SNS の時代って人と人の距離はちょっと遠いなって思う、うん、だから会って会ってこうやってこれ何これ大事な作だからいいやん、はい、え、何が分かったの分かって分かって分かって分かなんか直接会うんだなだめだ奇跡乾杯みたいな感じで OK OK 俺一回見ます俺一回見ますベックミアフしたっけこれ見てないですよこれひっくるめてエンターテイメントエンターテイメントセラシータさんでしたありがとうございましたうるさい。お前もありがとうございました。はい。ということで、はい、ステラシータさんでしたけれども、なんか大丈夫ですか？エジから画質落ちてるわけじゃないですかね別に。画質落ちてる。画質落ちてる。でもなんかなんか心なしかさやっぱ身長が高かったみたいな。確かに。そうね、なんか心なしかさっき白紙の紙みたいなやつでなんかちょっと絵があったのが薄っぺらい。そうそうそう。線がちょっと薄めになってますけども、薄めになった気がするんですか？画面の異常ではないです。カメラの異常でもございません。正常、現実です、現実ですこちらが。でですね、ここでついに来ます。新曲 MV の解禁のニューアルバム What We Can からですね、はい、その名もめっちゃええ歌詞ネタおサイトルからしてちょっとなんか生きとる、ね、とるな自信ありげやなみたいな感じだと思うんですけどまあまあどういう曲なのかを見ていただいたら逆にわかると思いますので僕たちのね思いを詰め込んだちょいおしゃら MV をおしゃら MV そうです僕たちなりのおしゃですからねチルチルイのチルイチルイチルイナウイナウイナウイヤバイヤングなやついきたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いしますそれではお聴きください我々の新曲めっちゃいい歌詞どうぞ謝るってホラー映画の予告みたい君が誰かとくっついた見たくもないのに視界に映ったそう言えと僕も誰かしらとさそこそこうまくやってるよ別の人の彼氏になったよ右側はイヤホン渡していつも応援だ左側の君といつもギターの曲はめっちゃええ歌詞離れずに今でも聴き続けてるめっちゃええメロ一つだけの呪いも残されためっちゃええ歌詞今さらに街中溢れ出すメロディめっちゃええメロあの晩の本当に売れたね忘れられないなフォローの申請ノーとはいえず強がって見たくもないのに視界に映して幸せです見せびらかしたがりなとこ正直ずっと嫌だった僕の運命の人は君じゃない両耳のイヤホン止まったままのプレイリスト好きな曲を増えないの
まま、あの頃のまま、めっちゃおかしい、離れずに今でも聴き続けてる、めっちゃエメロ、一つだけの呪いも残された、めっちゃええ歌詞、今さらに街中溢れ出すメロディ、めっちゃええメロ、音楽の趣味を過ぎとちゃうか、もう好きじゃないように、1,2,3,4,5,6,7,8 一拍一小節に込めた萌え、紡ぎ出すシングル、感じとリスナーがいて初めて成り立つ表裏一体、めっちゃええ歌詞、もあなたがいなきゃ台無し、誰と聞くかどこで聞くかどう思うか君次第、嬉し悲しメモリー、染み込んだメロディー、重ね作ってく君だけのセトリー、めっちゃええ歌詞、その意味がちょっとわかった気がするよ、めっちゃええメロ、一つだけ君が教えてくれた、めっちゃええ歌詞、今さらに街中溢れ出すメロディ、めっちゃええメロ、あのバンド本当に売れたね、もう好きじゃないのに、ということでお聞きいただきました、めっちゃええ歌詞の MV でした、どうもありがとうございました。いかがでしたか、めっちゃええ歌詞、なるほどって感じでした、なるほどって感じでした、本当ね、お楽しみいただけたら幸いでございますけれども、はい、そろそろ時間早いものでお時間でございます、何もね、腕時計右見たじゃない、再三、大事なこと言うよ、再三言っておりますけれども、はい、我々の新アルバムが、はい、発売&配信リリースしております、10月28日からやっておるんですね、そうですよ、もう皆さん今聞けますので、ぜひぜひ聞いてください、我々の新アルバム、ウルタスシュパイア What We Can でございます、 What We Can、 もう一回言っといて、せーの、 What We Can、 What We Can、 What We Can、 ぜひぜひぜひそちら聞いておいてください、そして、はい、我々の CBC ラジオでの番組ですね、お、はい、Watch You Presents ウルトラスシュパイアの全てはエンターテインメント、毎週金曜日23時45分ぐらいからやっておりますので、うん、そちらの番組もぜひぜひよろしくお願いします、皆さん本日はご覧いただきどうもありがとうございました、ありがとうございました、疲れた、疲れたな、唯一の癒しはここ魚中のお寿司だよね、やっぱりそうだよね、名古屋北店に限るんだよな、今日も食べよう、うん、何食べようかな、本日のお寿司、ええ What We Can って書いてある、これは何なんだろう、本日のおすすめってとこ押した、押した押した、そう、え、ちょっと待って、いや、俺らのアルバムに名前似てるけど違うかもしれないよね、ちょっと押してみ、あ、何、ウルトラスシュパイア待望のセカンドアルバム、音楽誌メンバーのサイン付き、サイン付き売られんのここで、税別2720円、きっと3000円ちょうどなんだろうな、これは、ニナニナで覚えるね、しかもだってほらこれ99いけないわ、現実的10枚まで10枚まで、なるほどね、大量には買えませんということで、え、じゃあこれはいろんなお寿司の並びの中で2貫盛りとかね、こういうね美味しいお寿司がいっぱい並んでいる中で、本日のおすすめに What We Can、 いや、お寿司じゃないんです、しかもお寿司じゃないんや、サイン付き、サイン付き10枚まで買えるということで寿司屋さんで CD 売ってるところなんか、いや初めて、だから多分ここのねレーンで流れてくるんだ、え、そういうこと、ね、CD がこっから流れてくるの、ビーンって流れてくるんだ、マジか、うん、CD だったらね、いやすごいですよ、あの皆さんね、これは本当に懐の広い名古屋北店様、はい、どうもありがとうございます、ね、業務量増えてごめんなさい確かに、しかしここで買うとサインがついてくる、はい、あら、ぜひぜひ皆さんこちらでお買い上げください、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ご中名古屋北店、よろしく、よろしく、1,2,1,2,1,2 全体止まれ、1,2、自己紹介をします、そうです、僕たちガーステレオシーターです、よろしくお願いします、さ、じゃあ行きましょうか、はい、曲行きましょう、はい、曲行きたいと思います、はい、大丈夫ですか、すごい、いろんな大人の人がちょっと笑ってますけど、あの多分、え、でも多分大丈夫です、待って、こんなに笑ってもらえると思ってなかった、そう、ね、ちょっと嬉しい、これ多分笑われてる方だと思って、あ、そういうこと、笑ってもらえて、まあそんなこと置いときまして、やりましょうか、今からライブ行きたいと思います、皆さん楽しんでってください、 This is love、
今日の目覚めはバッテ横に君がいない。眠い目くするスローリーダウン I don't wanna miss a thing baby。 やばい夢見てテンション下がり君ギリフィルド顔をラッテクセントバデイ I don't wanna miss a thing baby。Love you This is love 君の気持ちを Let me know 多分同じさ大丈夫きっと二人変わらないのも This is love 君を抱き寄せ This is you 足りないもの埋めてゆく Day by dayそのまま楽しんでいきましょう。いくぜ 1,2,3,4 Wake up 大名古屋 Wake up Wake up 大名古屋 Wake up 夢に夢見て走り続けてる day 夢に夢見ている one day 大名古屋から君に向けてターゲットなんだいこんなのリルパーティーパーティーパーティー手を上げてほら楽しんでよベイベーなぜか悲しい時は僕らの歌を聴きないつもより前向きな人生を作り出せる歩き出せるからよっしゃ行くぜ。ライドンこの胸の高鳴りよいつかの悔しさもバネに Look out! レッドのただ立ち向かう大きな夢を重ねながら弾けた空先で待ってて1,2,3,4 Wake up 大名古屋 Wake up 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 空も飛べると信じている That way 空も飛べたらいいな CDC から大きく羽ばたいて Fire away, fire away
町にもステラが来るぐって。どうも皆さんこんばんは、ステラシータです。声を枯らして楽しんでよ baby、hey! 誰かと比べたって自分は自分でしかない。一度きりの旅を歌え、愛を叫べ、この音楽に乗せて。あぶね、ライドン、この胸の高鳴りよ、いつかの悔しさもバネに。いくぜ、レッコーダーダー立ち向かう大きな夢を重ねながら弾けた。テラシータっていうグループでこんな感じなんですけど、一人一人一生懸命夢を追いかけて頑張ってるので、ぜひ応援してくれると嬉しいです。ライドン、この胸の高鳴りよ、いつかの悔しさもバネに。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、僕たちミックスユースレディオという番組で BMK さんたちと一緒に、はい、番組頑張ってますので、ぜひラジオたくさんの方に聞いてもらいたいです。頑張りたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。何とぞ。以上、僕たちステラシータでした。ドクン、バイバイ。ステラシータのみんな、ありがとうございました。めっちゃすごかった。ともきくんがかわいい。かわいかったね、ともきくん。欲しい。ともきくんがかわいい、欲しい。いやー、ライブもみんなで見て楽しかったですね、はい、本当にね。楽しかったです。さあ、ここからはご褒美グルメ争奪メンズ三つどもえ大決戦の結果発表でございます。いきましょう。待ってました。それではお願いします。来い、対決の来い優勝したグループ入ってきてください、どうぞ。優勝したのはステラシータ。ちょっと、もうちょっと僕たちだけ固定ですよ、ここ。そう、なんか別になんかもうここにいる時点で察しられた感じしたの。ワクワク感ないな。そうね、あの BMK がすごい明るく喋ってくれてたのが僕はちょっと涙が出そうね。やめてくださいよ、そんなこと言って。ね、ちょっと優勝したグループに話聞くんで、ちょっと静かにしておいてください。すいません、失礼しました。さあ、ステラシータ優勝です、おめでとうございます。ありがとうございます。ポイントなんですけれども、 BMK が7ポイント全然じゃないですか。そして祭りナイン15ポイント、15、なかなかいきましたよ。ステラシータ1ポイント差、16ポイントで優勝です。惜しい。おめでとうございます。じゃあ一言代表して誰か感想を。いやー、本当に僕リーダーなんですけど、なんでちょっとぶつかったの、赤と緑で今。いや、いけいけ、サトピー、感想を。いや、本当に、うん、あの今日優勝させていただいて、あの BMK のファンの方と祭りナインのファンの方に本当に申し訳ないなという気持ちで、うん、なんでなんでなんで、いいやつ、これやめてよ。ありがとうございます。そうね、そうよ、俺たちが我々みたいやんか。で、じゃあいいよ、頑張って。他見たい人もいたと思いますから、本当に申し訳ない気持ち。あのね、謝ることによって一番嫌なやつに映ってる。本当に俺もいいよ、すごい頑張ってたもん。思いっきり楽しんで。冷や汗なのか冷や汗なのか分からない。さあ、まあ頑張ったね、頑張って優勝したステラシータの皆さんにはご褒美グルメ、はい、肉のプレゼント、肉カモン。めっちゃいい。どんな肉、どんな肉。いや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 、さあ、今回のご褒美グルメ、嬉しい。肉はちょっとサトピーカメラに見したって、ローストビーフでございます。めっちゃいい。美味
しそう。ローストビーフやったらあと30点ぐらい俺らも取れてたんだけど、知ってたらローストビーフ、ローストビーフにめちゃめちゃモチベーションが今あったからそうですね、肉じゃなくてローストビーフだったら勝てたな。負けてから俺たち結構出ちゃってるんだよ。勝ってる人がいるの。さあでは今からね、3人にはせっかくなので優勝グループ食べていただいてリポートもしていただきたいと思います。ステラシータの皆さん、ではローストビーフお召し上がりください。いただきます。いい、ね、召し上がれ。ライブ後にねお腹を満たす感じがいいよね。最高だよ、最高。じゃあちょっと荒川くん、荒川くん食べようか。荒川くん、じゃあ僕ステーキソースにちょっとつけたいと思います。いいですね、ステーキソースにつけていきます。美味しそうだ。いただきます。あら、うまい。柔らかくて美味しい。柔らかくて美味しいです。いいですね、口の中からこぼれそうなローストビーフ。じゃあサトピーも食べようかね。はい、僕ちょっと真ん中の人参いこうかな。なんで行きたいと思います。なんでせっかくやな、そういうもの人参いくやな。サトピーやな。どうや、人参甘くて美味しいです。甘くて美味しい、甘くて美味しいです、ね、人参の感想として一番シンプルです。いいね。じゃあトモキー、あ、じゃあ僕もせっかくなんでね、あのソースにつけていただきたいと思います。いいねいいねいいね。食べちゃってとも聞くわ。肉がね、そうすごい大きいんですよね。すごい豪華で思ってたよりも。あららら。たっぷりね、もうせっかくなんでたっぷりつけて、塩分いっぱいでいただきます。塩分いっぱいで。いただきます。成分で言うな。確かにね、うまいよね。どうやどうや。あら。長いの。長いのよ。長いのよ。え、待って、え、ごめん。え。ローストビーフ初めて食べた。あまりにも感動で言葉が出ません。言葉にしてくれん、ね、あれ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 、おいしすぎるわ。祭りナインどうよ。最高の子どう。ローストビーフ美味しい。やべえ、うまい。あ、なんかやっぱり上質なお肉の香りがします、うん、ねえ、柔らかいよね、はい、うん、日本のお肉使ってます。これですね、やっぱりこの大きなお肉、これね、これソースもたっぷりつけちゃって、いただきます。おい酒井、呼び捨て先輩やぞ。うま、本当にうま。噛めば噛むほど味が出る。うまい。最高。絶対言うこと決めてたこの人。まあ、BMK、 はい、はい、どうよどうよ。こちらあの初めて CBC さんで言わせてもらうんですけども、はい、こちらのローストビーフ、うん、馬谷です。出た馬谷。馬谷ですか。あー、それ使っちゃったの。馬谷ですね。あの知らないんですけど。すごいですよこれ。これは何、はい、ステラシートのみんなもこの馬谷は知らないの。馬谷園は存じてないです。存じてない。あんまり受けてないから、ね、まあ、知らないな。流行らしていきたいなと思ってまして、うん、ね、もうちょっと2020年は流行語大賞発表されてしまいましたから、はい、また来年のね、流行語大賞ちょっと狙っていただきたいと思います。僕たちも来年メジャーデビューなんで、来年馬谷にちょっと流行らしていきたいですね。グループ名に美味しいです。しっかり BMK を広めてください。頑張ります。みんな平和にローストビーフを食べて。以上、ご褒美グルメ争奪メンズ三つどもえ大作戦でした。大決戦でした。さあ、お別れの時間が近づいてまいりました。各グループからお知らせ、まずは祭りナイン。はい、祭りナイン、まず11月25日にニューシングル「とどろけ獅子太鼓」をリリースします。うん、はい、はい、ザ・お祭りソング、皆さんの背中も押せる曲になってますんで、まずは聴いてみてください。あとは番組もね、はい、毎週水曜日23時50分頃から「祭りナインです」という番組やってるので、ぜひ見てください。聴いてください。聴いてください。お願いします。ありがとうございました。そして BMK。 はい、僕たち、ミックスユースレディオ毎週第2金曜日にやらせていただいてるんですけども、はい、次週僕たち、担当させていただきます。そこでね、新曲も流れたり流さなかったりとかなんで、ぜひねチェックしていただきたいのと、何度もね、重なってですけども、来年の1月13日にモンスターフライトという曲で、メジャーデビューさせていただきます。ビクターエンターテイメントさんです、うん、はいはい、ビクターさんからメジャーデビューさせていただきますんで、よかったらぜひそちら SNS に、ね、詳細載ってますんで、チェックよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。そして今回優勝、ステラシータ。はい、僕たちもミックスユースレディオ番組担当させてもらってまして、まあ、来週は BMK さんの回なんですけど、うん、再来週に僕たちも新曲、今対決してて、その2曲多分流すかもしれないので、僕らが詞を書いたんですよ、はい、自分たちで作詞をして、うん、作った曲なので、はい、
ぜひ聞いてほしいですよね。ぜひお願いします。そしてあの僕たちステラシータの YouTube のオフィシャルチャンネルであの今日披露させてもらった大名古屋という楽曲2曲目の曲なんですけど、うんうんうん、あれのミュージックビデオも出てるのでよかったら皆さんチェックしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。お願いいたします。ありがとうございました。そして私酒井直人も毎週水曜日夜10時から12時30分まで酒井直人のラジノートという番組やっておりますんで、ぜひぜひ一人で喋ってます皆さんのお便りが本当鍵になりますので、皆さん助けてください。よろしくお願いいたします。イエーイ。さあそして、はい、今日この配信の一部音声を編集して、はい、今度の金曜日11月13日夜10時から生放送のミックスユースレディオの中でオンエアしちゃいます。イエーイ。ビームケイカイ。さあこの日 BMK の担当ですけれども、はいはい、今ならねどこ使ってほしいどこは使ってほしくないっていうの言えるけど、タクミン。そうですね、基本的にタクミンの音声が入ってないところは全部却下でお願いします。お前何も活躍しないやろ今日、ね、全てをの全部間違えてたからな。すごいな、私一人しか出ていないというテンションでよろしくお願いします。佐藤たくみのラジノートも始めていきたいと思います。始まらねえよ。それに関してはなんかあんまりそういうことを軽はずみに言うと本当に俺の番組ってすぐ潰されるから。ぐちゃぐちゃそんなことないからみんな仲良く終わりたいんだ。もう仲良くない。こんなに欠陥出るとは。ぜひ今度の金曜日皆さんねミックスユースレディを聞いていただきたいと思います。お願いします。お願いいたします。さあ CBC ラジオネットで秋祭り2020この配信でこの2日間全てのプログラムが終了ということですから、みんなに本当盛り上げていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやステラシータまずありがとうございました。ありがとうございました。優勝でしたよ今日。どうだったか感想一言だけ。まあそうですね、爪痕を残しきれたかどうか定かではないんですけど、僕たちの全力さ加減が皆さんに伝わったかなと思うんで、よかったらラジオも僕たちグループも知っていただけると嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。そして祭りナイン、はい、今日いかがでしたか。もうめちゃくちゃもう最終的に負けましたけど、楽しかったのでハッピーピーです。ハッピーピー。そのハッピーピーという言葉だけが大好きです。ありがとうございます。だけがってやめてください。そして BMK、 はい、うちの松岡がいます。はい、何ですか。あのハッピーピーピースでハッピーのピー。 ありがとうございます。この2日間最後に不快感が残りました。いやわちゃわちゃとお送りしてまいりましたが、CBC ラジオ本当に楽しい番組がたくさんありますので、ぜひねこれからもラジオ聞いていただきたいと思います。本当に皆さん配信見てくださってありがとうございました。中盛りのメンズチームこれからもよろしくお願いいたします。この時間のお相手は祭りナイト、BMK と、ステラシータと、酒井直人でした。皆さん本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ハッピーピー。Thank you, thank you. これからも CBC ラジオよろしくお願いします。